2017天皇杯皇后杯全日本バレーボール選手権大会女子決勝戦、トヨタ車大クインシーズ対デンソーエアリービーズの愛知ダービーをお送りします。チャンスがデンソー、鍋屋、高橋打ちましたね。そしてこちらは鍋屋が決めてきます。鍋屋がフォローしています。工藤バックアタック、両チーム気持ちで落とさない。工藤が決めた。石田のサーブ、練馬、鍋屋のディグ、工藤この場面で決め切ります。セットポイント、火種は渡辺ブロック、鍋屋のブロックが第1セット、この接戦を27対25、デンソーが取りました。田原から工藤、さあワンタッチ取っています。日金、練馬のバックアタック、追いついた。高橋つないだ。さあ高橋決まった。高橋が決めます。デンソーは鍋屋に持っていきます。高橋に拾わせるバックアタック、トヨタ車体がセットポイント。田原から鍋屋、高橋に託します。拾っているライトへ、もう一度、これはブロックだ。キャプテン高橋、この第2セットをトヨタ車体に引き寄せました。サーブで崩しています。榊原のレシーブから練馬のバックアタック、練馬がここで決めてくれました。21対21。石田のサーブ、高橋、日金から高橋が打っていきます。ブロックフォローをして、さあ田原、ナビアでいった、ワンタッチ取っているトヨタ車体、バックアタック、トヨタ車体が取った。第3セットもトヨタ車体が取って、セットカウント2対1。武田、田原からもう一度駆動、日が出、武田でいった。田原、鍋屋、奥に返していきます。速攻、トヨタ車体ブレイク。駆動で行きたい、拾っている、練馬のバックアタック、いけない、トヨタ車体が決めた。どうに輝いたのはトヨタ車体。
この大会入ってから本当選手がすごく強くなって、今日の勝ちも本当に選手が掴み取った勝利だと思います。出だしが悪かったんですけど、本当に一人一人が自分の役割を果たして、それが結果となってつながってよかったと思います。本当にまだチームとしては成長段階の伸びしろのあるチームだと思うので、この優勝を自信にしてもっともっとこうステップアップしていきたいです。